ロレイン、俺のワイフ、いや、それも過去のことだ。俺があの事故を起こした後、ビヨンドで再婚したらしい。今では他人のワイフだ。日本人とアメリカ人との2世。あいつにはどこか神秘的なところがあった。なんだ、間違った、ごめんよ。間違い電話とはバカにしてる。やっぱり事件の依頼は入ってないか。こちら水道局ですが、水道料金が未払いです。早急に納金してください。汚染した水を飲ませてるくせに。くそ、仕事の依頼電話はないか。ジョナサン、あたしよ。最近ちっとも飲みに来ないじゃない。しけてるわね。そうだ、俺はしけてる、わかってるさ。くそ、仕事の依頼電話はないか。このヒボ探偵、覚えてろよ、バカにしやがって。いいか、このままでは済まないぞ、覚悟してろよ。ヘボ探偵か。やっぱり事件の依頼は入ってないか。ああ、聞こえるか。オルソンだが、オタクとの取引はなかったことにしてくれ。じゃあな。また依頼人に逃げられたか。やっぱり事件の依頼は入ってないか。間違い電話とはバカにしてる。やっぱり事件の依頼は入ってないか。
エド・ブラウン。俺の人生で最も信用できる親友であり、良きパートナーだった。今日は運がいい。こんな早い時間に客が来るとは。どうぞ。鍵はかかっていない。ジョナサン、久しぶり。ロレイン。ロレイン。君なのか。そう。私よ、ジョナサン。久しぶりね。ロレイン、今頃どうして君はビヨンドに。28年ぶりね、ジョナサン。あなたがあの事故で行方不明になってから。私、おばさんになったでしょ。あなたは変わらないわ、あの頃のまま。ロレイン、なぜ今になって俺のところに。許してもらおうなんて思ってないわ。厚かましいのも分かってる。でも頼れる人がいないの。あなたしか、ジョナサン。何があったんだ。助けてほしいの。助けてほしい。助けてほしいの。私の夫が大変なことに。分かった。さあ
入って。いいえ、ここで結構よ。あなたにこんな姿見られたくはないもの。じゃあロレイン、いや依頼人さん、とにかく話だけでも聞こうか。俺たちがいたあの頃から30年近く経っているが、何も変わっちゃいない。本当のロスは北に移転しちまったがな。ただ、たまに今日みたいに雪が降るんだ。異常気象らしい。ロスに雪が降るなんて。例の地下鉄もスラム化が進んだんで廃止になってる。で、君の夫がどうしたって？夫の北条健三が3週間前会社に出かけたきり行方不明なの。会社や警察に問い合わせても誰も取り合ってくれないの。あの人何か事件に巻き込まれたんだわ。それで地球へ？嫌な予感がするの。何かあったに違いないわ。蒸発とかじゃ。蒸発なんて考えられない。この地球ならともかく、コロニーで行方不明だなんて、きっと何かの事件に。脅迫みたいなものは？いえ、何も。まるで神隠しにあったみたい。金目当ての誘拐ではなさそうだ。君が再婚した北条ってどんな人物なんだ？北条は日系二世で、あの徳川グループの徳川製薬に勤める
技術者よ。生真面目で勤勉でとても悪いことなんかできない人。そうだ、写真持ってきたの。これが彼の写真よ。なるほど、どう見ても悪人には見えないな。幸せそうじゃないか。ええ、この写真預かってくださるわよね。強引だな。
ロレイン、君の勘だけではわからないな。何か手がかりになるようなものは。北条から預かっているものがあるの。なんだかわからないけど、重要なものらしいわ。カプセル剤と歯の切れ端なんだけど。カプセルと歯か。自分に何かあったら、これを警察か信用のできる人のところへ届けるようにって。信用のできる人かね。蒸発なんかじゃないでしょ。どっちからでもいいが、それは？これがそのカプセルよ。カプセル剤が4つ。何の薬だろう。麻薬か。わからないの。徳川製薬に関係するものだろうか。これ預かってくださる？じゃあもう一つの、その歯の切れ端ってのは。これがその歯よ。確かに何かの葉っぱだ。私は見たことのない葉だわ。消しのようだな。違うな。しかしなぜ半分なんだろう。最初から半分だったわ。何かの割り符だろうか。子供じみてるな。預かってくださる？それ。その今預かった手がかりの品の他には。口癖のように言ってたことがあるの。プラトーに何かあるって。何のことだか。プラトーに何かある。何のことだろう。依頼の内容については君の話で大体分かった。確かにただの蒸発じゃなさそうだ。で、引き受けてくれるわね。お金なら心配しないで。お金はドル？円？どちらでもあなたの好きなように。待ってくれ、ロレイン。ジョナサン、引き受けてくれるわよね。ロレイン、即答はできないが、考えておくよ。ジョナサン、引き受けてくれるんじゃ。悪いが、しばらく考えさせてくれないか。今日のところは。そうね。すまない。これは預かっておくよ。わかった。また来るわ。週末まで、ビバリーヒルズのホテルニューローズにいます。いつでも連絡して。ジョナサン、私許してもらおうなんて思ってない。あなたの帰りを待ちきれなかったの。ごめんなさい。あなたが救出された時、私心から嬉しかった。もっと早かったら、すぐにでもあなたのところへ飛んで行けたのに。それが言いたかった。ロレイン、ここへはどうやって送っていこうか。ホテルで車借りたの。クラシックな感じの。そうか。会えてよかったわ。じゃあ。ロレイン、俺も会いたかった。もっと早くに。ん？あの足跡は？車の下に続いている。ロレイン、危ない！車から離れろ！
のためだ。銃を持っていこう。ロレイン、待て。あいつがロレインを逃がさん。奴はどこへ行った。撃ってきやがった。感触はあったな。見えない。早く行け。くそ、どこに隠れた。路地へ逃げ込んだな。奴は傷を負ってる。逃がさんぞ。しかし、あの動き、シューティング。確かに訓練を受けた者の動きだ。プロの殺し屋。奴はどこへ逃げた。足の速い奴だ。それほど時間は経ってないはずだ。くそ、足跡が追えない。ここには雪が入ってこなかったのか。地面に何かこぼれている。牛乳のような白い血。白い血、人工血液なのか。まあいい、これが奴の新しい足跡になる。
なぜだ、手応えはあったはずだ。奴は不死身なのか、それとも防弾チョッキ。奴は恐ろしく足の速い奴だ。しかしこの先は行き止まりのはず。地面に何か書いてある。これは文字のようだ。なめた野郎だ。挑戦状のつもりか。救急車が来た。今道を開けてもらってる。もう少しだ。その時計まだしてくれてるのね。時間にルーズな俺に君がくれたものだ。私たちの時間は止まってたのに。よかった、雪が止んだわ。またあなたと一緒に星を見れたわ。ロレイン、俺は会いたかった、この28年。ロレイン、お願い、カレンは病気なの、助けてあげて。カレンはあなたの。知り合いか？友人だ。古い。かわいそうに。ビヨンドからの旅行客だろ。ビヨンドへ帰るところだったに違いない。いや、戻ってきたんだ。俺のところへ。戻ってきたんだ。宇宙から。
48時間後となっております。なお、これより先は無重量状態となりますので、ご気分の悪くなられた方はウィンドウ脇の呼び出しボタンを押してお近くのスチュワーデスまでご連絡ください。どうしたんですか？気分が悪いようですね。宇宙は苦手で。宇宙酔いですか？珍しいな。宇宙は初めて。いや、昔事故で宇宙を漂流して、それで宇宙恐怖症に。それは大変ですね。スチュワーデスに行って薬をもらったらどうです？飲み薬が嫌なら貼り薬もありますよ。コールボタンなら壁の赤いスイッチですよ。いや、まだ大丈夫。気を紛らわすには話すのが一番です。隣に座ったのも何かの縁です。よろしく。私はレッドウッドです。ああ、イングラムです。よろしく。
こんにちは、ニュースオーダーの時間です。現在ビヨンド内でのナーク中毒者が急増しております。事態を重く見た BCP ではビヨンドでのナーク根絶を図るため特別チームを編成、ホームからのナーク流入ルートの解明を急いでいるとのことです。ナークは黒消しから抽出されるアヘンから作られる合成麻薬で、モルヒネ型依存症状と LSD などの幻覚誘発症状をも兼ね備えた麻薬の帝王といわれるものです。宇宙推進事業団によりますと、宇宙開発におけるナークの依存度は 30% を超えると報告されており、宇宙でのナーク中毒者は増加の傾向にあるとの見解に達しております。以上、カレン北条がお伝えしました。BBC、 どこのテレビ局だろう。今のはビヨンドのテレビ番組ですよ。ビヨンドコーストブロードキャスティング、つまり BBC ね。はい、どうなさいましたか。顔色が悪いですね。宇宙酔いですか。ああ。緊張なさらないで、気を楽にしてください。ありがとう。何か私にできることございますか。
次の話題です。今全世界的に移植用臓器が不足しています。宇宙開発における宇宙環境の影響により人体への様々な障害が起こっています。無重力状態や宇宙船などにより臓器の疾患、異常が急増しており、このままでは十分な移植が賄えないとドナー不足に対する大きな不安が寄せられています。宇宙推進事業団ではホームの移植後進国などにドナーネットワークへの加入を呼びかけています。以上 BBC からお伝えしました。どうなされましたか？あなたですか。
少し眠ったらどうです？そうですね、宇宙酔いも楽になりましたから。何かあれば起こしてあげますよ。それじゃあ。お疲れ様でした。当機は間もなく帝国通りにビヨンドコースト宇宙港に到着いたします。到着ロビーにて国際宇宙検疫制度に従った消毒・殺菌・入国手続きをお願いします。なお、ただいまジュースと食塩錠剤をお配りしております。フライト中に体外へ流出した体液を補給するようご利用ください。無重量状態に入って48時間が経過しております。心臓の働きが低下しており、鼓動も遅くなっております。またカルシウムの流出による体調の変化も生じております。降りられてからの十分なチェックと補給をお願いします。また無重量から一時環境に戻りますと、めまいや貧血、失神などの起立性低血圧症を起こす恐れがありますが、血液が下半身に集中するために起こるものでございますので心配はございません。ビヨンドでの一時環境にはだいたい2日くらいで適応できることと思います。本日は当 ASL のスペースプレーンをご利用いただきまして誠にありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。まもなくビヨンド宇宙港に接岸します。ビヨンドコースト、30年ぶりだ。制御システム、噴射。ビヨンドの軌道に乗る。ランデブー用ドッキングレーダー。